爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールが好きで好きでたまらない皆さん、こんばんは。トンカビラです。解説は田島幸三さんをお迎えしております。田島さん、よろしくお願いします。こんばんは、田島幸三です。よろしくお願いします。コナミカップ決勝戦をお送りいたします。本日の対戦カードは名古屋グランパス8対佐賀の鳥栖。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずは名古屋グランパス8、ロペス、ストイコビッチ、モチズキ、ヒラン、山口、ウリバ、飯島、小川、コミル、大岩、奈良崎。続いて佐賀のトス、前田、松田、川前、佐藤春彦、島岡、森保、伊原、小賀、北内、ハンガーン、片淵。開始です。画面に向かって右にエンドを取った佐賀のトス、反対側左にエンドを取った名古屋グランパス8。ウリバ、ハンガー、小川、速攻、イラン、ワンツー、ロペス、重なってしまった。望月、ロペス、10分経過、オフサイドの網にはかからない。島岡、スローインです。ストイコビッチ、空中戦、キーパー正面、この位置からのフリーキックなんですが、狙ってくるかもしれませんね。来た、これはゴールキック、ゴールマウスに嫌われた。これは危険だ。ロペス、ハンガーネ、ゴール、マーベラス、スーパービューティフォーゴール、素晴らしいゴールです。さあもう一度見てみましょう。ハンガーネ、
まるでボールを持った仮面舞踏会。飯島セービング、ヘッドでパスを送る。気をつけなければいけません。走り込んできた。北内、小賀、ウリ、スローイン、コーナーキックです。さあチャンス到来。山口、必要なスポットライトから逃れようとするかのごとく華麗なドリブルを披露しています。中へ上げた。ヘッドでつないで、ヘッドでパスを送る。シュート。前半戦終了です。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は1対0、名古屋グランパス8。後半戦キックオフ。後半5分経過しました。イラン、スローイン、フリーにさせてはいけない。中へ放り込む。スローインです。これは危ない。ナイスファイト。オフサイドにはならなかった。スローインです。望月、ロペス、果敢にスライディング、ヘッドでつなぐ。アンビリバゴールゴールスーパーゴール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 ミラクルゴール。佐賀、容赦なく得点を重ねていきます。さあもう一度見てみましょう。井原、
川。スローイン。スローイン。島岡。北内。大岩、ロペス、中へ上げる。交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。後半25分経過。オフサイドの網にはかからない。ふわっと上げる。島岡。オフサイドを取りに行った。松田。最後のところで崩せない。一進一退。キラーパスになるのか。がっちりキャッチ。ここが森安。平野、ヘッドでパスを送る。シュート。コーナーです。さあチャンス到来。ロペス、ハイボールを競り合う。走り込んできた。スローイン。島岡。危ない。名古屋グランパス8、敗れました。天を仰いでいます。さて、田島さんに試合を振り返っていただきましょう。実にいい試合でしたね。どちらが勝ってもおかしくない試合でした。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。